ルトが通学に使ってるバスが通るルートです。懐かしい。なくなってる。いつも利用してたバス停。懐かしいな。到着しました。こんにちは、いちごタルトです。今日は日本一周番外編なんですけど、じゃん、後ろに見えるのがタルトの母校の大学です。今日はこの母校の大学でゲスト講師としてお話をしてほしいっていうお話を先生、大学時代のゼミの先生にいただいたので、今日は大学でお話をしてきます。久しぶりに来るからなんか懐かしいのと、ちょっと人前に出るので緊張と何話せばいいのかちょっとドキドキしてるんですけど、頑張りたいと思います。めっちゃ懐かしい。今日本一周をしながら YouTube をやっているタルチャンネルという YouTube をやっているいちごタルトと言います。私のチャンネル名はタルチャンネルという名前です。で、今のチャンネル登録者数が 2.64 万人、開設日が2019年11月で、ちょうど開設して2年ぐらいが経ちます。で、動画本数が今455本くらいで、同じ多分時期に始めてる YouTuber さんとかに比べるとすごい本数が多いと思います。というのも日本一周を、しているんですけど、一日にいろんな動画を撮っていて、で動画を出していくんですけど、たくさん一日に動画が撮れちゃったりすることも多くて、多い時だと2日に1本、短くても3日に1本動画を公開するようにしています。で、ジャンルはアウトドア系、キャンプ、釣り、登山を最初に始めて、1年ちょっと前から日本一周一人旅を始めました。で、車中泊をしたりとか、あと車中泊仕様に DIY をする動画などを上げています。今まだ47都道府県のうち31都道府県巡っている状態で、残り16県残っています。いろいろコロナとかがあったりとか、緊急事態宣言が発令されたりとかして、何回か帰ってきたりとか、あとはアイドル活動もしているので、土日はライブがあったりとかして、ちょこちょこ行ったり来たりをしています。普段どういう生活をしているのかというと、こういう感じの時間で行動することが多くて、朝は結構すぐ光とか音とかでアラームかけてなくても目が覚めちゃうので早起きです。今私は日本一周女子一人旅をしながら YouTube をしてるんですけど、アイドルと YouTube を両立して、やっています。なかなか YouTube でお金を得よう、なんですかね、生活できるぐらいの資金を YouTube だけで得ようとするのは難しいかなって思うんですけど、私も大学生時代からアイドルをやっていたりとか、それが今になってようやく、アイドルを始めてもう7年8年になるんですけど、それがようやくここまで YouTube で日本一周をして生活できるようになっているので、皆さんにも大学の時から何か新しいこととかやってみたいことはどんどん始めてみてもらえたらいいなって思ってます。はい、ということで私の発表を終わりたいと思います。最後までご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、お話ししてきました。あの後他の部屋に移動して、聞いてくれてた方とこう雑談したりとかして、いろいろ
なんだろう、あのご当地のお話をしたりとか、こういうことあったんですかって聞いてもらって、こういうのがありましたとか、いろんなお話もできました。タルトもいろんなお話聞けて楽しかったです。本当初めての経験でちょっと緊張したし、何喋ろうかと思ったんですけど、無事お話できてよかったです。ちょっとでもなんか今後の参考になればいいな。ということで、以上いちごタルトでした。今回も最後まで見てくれてありがたると。